はい、こんにちは。じゃあ今日もみんなの日本語のレッスン7を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールは借ります、借りました。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。エグザンポーであるパーソン A&B I will read パーソンにします。カリナさんに何を借りましたか。パーソンビジネス。私はカリナさんにCD を借りました。By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences that are immediately. I'm not sure how to do it. じゃあ、example ね、パーソンエッセンス。カリナさん、何借ります ?OK, we have to make past question ね。カリナさん、何借ります ?past question エッセンス。カリナさんに何を借りましたか?カリナさんに何を借りましたか。パーソン B ね。私、カリナさん、CD 借ります。パスト。私、カリナさん、CD 借ります。パストね。じゃあ B です。私は、カリナさんに CD を借りました。私は、カリナさんに CD を借りました。じゃあ、クエスチョン1ね、パーソンエッセンス。誰、ハサミ、借ります、クエスチョン。誰、ハサミ、借ります、クエスチョン。エッセンス。誰に、ハサミを借りますか?誰に、ハサミを借りますか?パーソン B ね。We do not have to say 私。We can omit 私。鈴木さん、ハサミ、借ります。鈴木さん、ハサミ借ります。鈴木さんにハサミを借ります。鈴木さんにハサミを借ります。じゃあ、クエスチョン2ね、パーソンエッセンス。田中さん、何借ります?パストクエスチョン。田中さん、何借ります?パストクエスチョン。エッセンス。田中さんに何を借りましたか?田中さんに何を借りましたか?パーソン B ね。田中さんペン借りますファスト。田中さんペン借りますファスト。B センス。田中さんにペンを借りました。田中さんにペンを借りました。クエスチョン3ね。パーソンエッセンス。誰車借りますクエスチョン。誰車借りますクエスチョン。エッセンス。誰に車を借りますか。誰に車を借りますか。パーソン B ね。チンさん車借ります。チンさん車借ります。エッセンス。チンさんに車を借ります。チンさんに車を借ります。じゃあクエスチョン4ね、パーソンエッセンス。誰自転車借ります?誰自転車借ります?クエスチョン、エッセンス。誰に自転車を借りますか?誰に自転車を借りますか?パーソン B ね。林さん自転車借ります。林さん自転車借ります。B です。林さんに自転車を借ります。林さんに自転車を借ります。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で次4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。